アイテム番号 SCP-434JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-434JP が発生しうる公共機関には2名の担当職員が配置され、発見した SCP-434JP は午前5時までに回収します。回収した SCP-434JP は最寄りの財団施設で裁断し、紙くずはサイト81で焼却処分します。回収漏れによる収容違反発生を防止するため、窓口業務を行う公務員にはカバーストーリー、印刷所の手違いを適用し、民間人に SCP-434JP を供与することがないように指導します。SCP-434JP1 SCP-434JP2 が発生した場合、これらの活動に対しては最小限の干渉を行うにとどめますが、その際は挙手を財団保有のマンションである、になるように誘導します。これら実態の行動は収容室の監視カメラによって記録し、434確定事象からの逸脱がないかどうかを確認してください。434確定事象13142号の発生前には、民間人の巻き込み防止のために SCP-434JP1、SCP-434JP2 付きの監視要員は事象の発生予想位置をサイト81に報告しなければなりません。説明 SCP-434JP は、現在日本国で使用されている婚姻届と同一の内容が印刷された紙です。これらの対象は日本国内の役所内にランダムに発生し、どの時点かは不明ですが婚姻届保管場所に混入します。SCP-434JP は外見からは婚姻届用紙と区別が困難ですが、平均的な婚姻届用紙よりも著しく紙質が劣っているため、注意すれば識別は可能です。これら実態の特異性は、婚姻関係を結ぼうとする36歳以下の男女が各々の氏名を書き込んだ時から開始し、最も初めには男女の婚姻関係を結びたいという抵抗不可能な衝動として現れます。その後、SCP-434JP の効果の下で婚姻を結んだ男女は434確定事象13142号以外の原因では死亡することがなくなります。具体的な例を挙げると、対象を撃とうとした銃器は必ず機能不全を起こしますし、ナイフを使って対象を攻撃しようとすれば攻撃者は延々と攻撃を回避され続けるか、あるいは繰り返し転倒するなどして対象に危害を加えることができません。また、434確定事象以外の原因で疾病にかかることもありません。この状態となった男女はそれぞれ SCP-434JP1 男性、SCP-434JP2 女性に指定されます。また434確定事象の完成に必要な範囲で SCP-434JP1 SCP-434JP2 は指定以前に負った負傷や疾病が回復します。これは外見的には緩やかな治癒、若返りのように見えますが、生体解剖を含む検査ではどのようなプロセスでこの回復が行われているのかは解明できていません。SCP-434JP1 SCP-434JP2 はそれ以前の関係性とは無関係に、互いに、離れがたい、愛着がある、などというような感情を抱くようになり、SCP-434JP1 SCP-434JP2 は SCP-434JP を可能な限り早急に市役所などに提出しようとします。婚姻関係が成立する前の段階ではこれら実態は通常の手段でも終了し得るため、終了措置が必要な場合はこの提出前の期間にのみ、SCP-434JP1 SCP-434JP2 実態を終了することが可能です。婚姻関係が成立すると SCP-434JP1 SCP-434JP2 は434確定事象として指定されている一連の過程を経て必ず死亡します。その主な内容としては、1
婚姻届提出から3ヶ月以内の SCP-434JP1 SCP-434JP2 の東京都への転居、同居の開始、334迷子の自称後16日以内に、各実態は従前の仕事を辞め、東京都近隣のランダムな企業で再就職する。809。同居開始より1年5ヶ月後の SCP-434JP1 SCP-434JP2 の第一誕生などがあります。そして最後の事象は婚姻届提出から23年と7ヶ月後に発生する以下のものです。13142 SCP-434JP1 SCP-434JP2 が第三子の誕生日を祝うために東京都のいずれかの高級飲食店へ434確定事象9471号で購入した車両で向かう途中、差し掛かった交差点で SCP-434JP1 SCP-434JP2 は運送会社のトラックに衝突される。この事故が原因の負傷で付近の病院に搬送され、各実態は死亡する。この時点で SCP-434JP によって発生した特異性は消滅し、434確定事象は終了します。そして434確定事象13142号の完成により、SCP-434JP1 SCP-434JP2 は戦術の通り死亡します。またすべての434確定事象に共通することですが、434確定事象はどのようにも妨害不可能であり、過程の変更こそ可能であるものの結果を変えることには成功していません。SCP-434JP1 2に強い影響を受けていた事物は、この時点で影響から脱します。例えば、SCP-434JP1 A SCP-434JP2 A の子供は経過観察が続けられていましたが、他の SCP-434JP1 2の子供の行動パターンと有意な共通性が存在しないことが確認されています。また、同様の生育過程を経た人物の行動パターンサンプル1と比較しても大きな逸脱も、共通性も見て取れません。SCP-434JP の最初の発見例は1962年の東京都、区役所の受付カウンターで受理され、その場で直ちに SCP-434JP1 SCP-434JP2 実態が発生しました。財団はその後、SCP-JP の致命的な被害を受けてなお生存していた SCP-434JP1 SCP-434JP2 を発見し、実験や各実態からの報告により2000年には SCP-434JP の特異性の範囲を特定しています。現在までに12組の SCP-434JP1 SCP-434JP2 実態が発生しており、現在は東京都にある財団保有のマンションに設けられた収容室に全実態が収容され、特異性の研究が進められています。これらの諸活動は通常の夫婦とほとんど変わらず、434確定事象の影響により前述の住居から転居することもなく、また各実態の逃亡の試みは完全に失敗に終わりますが、各実態には念のために1組ごとに2名までの監視要員が割り当てられています。ほい、以下は、2000年までに SCP-434JP1 SCP-434JP2に実施されたインタビューログの中で重要とされたものです。現在も SCP-434JP1 SCP-434JP2 の持つ特異性の究明が続いていますが、SCP-434JP1 SCP-434JP2 実例が少ないことから、これは難航しています。SCP-434JP1 B 第7回
インタビュー記録。1983年月日大正 SCP-434JP1 B 強盗殺人現住建造物等放火 SCP-434JP2 B 誘拐殺人。インタビュアーエージェント酒場吹き SCP-434JP1 B SCP-434JP2B は制御された環境下で発生した SCP-434JP1 実態の最初の例です。これら実態は共に元 B クラス職員であり、SCP-434JP1A で得ることのできなかった特異性の初期のデータを収集する目的で、SCP-434JP へ暴露させました。第7回インタビューは収容開始から6年後に行われたもので、場所はマンションの収容房内です。録音開始。1983年月日。エージェント酒場、こんにちは。SCP-434JP1B。SCP-434JP2B。前回から何か変わったことなどはありましたか？ SCP-434JP1B。 いや、順風満帆とは言えないけど、が、口ごもる。子供たちもようやく手が離れてきて、親としても楽になってきました。SCP-434JP2B。 ええ、性格が合わないと言ってきましたけれど、彼もだいぶ丸くなってきて私としては喜ばしいです。いただいた新しい名前も、なんとか馴染んできたところです。エージェント酒場。それは結構。では 2B。かつてあなたのした犯罪行為についてですが、今はどんな感想をお持ちでしょうか？まだああしたことをやろうという意思はありますか？ SCP-434JP2B。軽く鼻を鳴らす。主婦の身で体制転覆なんてできるわけがないでしょう。まあできることといえば、せいぜいテレビの討論番組を見て、この人の肩を小突きながら毒を吐くくらいなものです。SCP-434JP1B。 難しいことはよくわからないもんで、俺もうんうんうなずくばっかりでして参りますよ。エージェント酒場、話題を変えましょう。先日行かれた遊園地での話です。行かれたのは、で間違いありませんか？ SCP-434JP1B。はい。子供ら二人とも私たちと連れ立って行きました。娘の方が帰り道で寝てしまってもう重くて、こいつももうこんなに大きくなったんだと。エージェント酒場、SCP-434JP1B を遮って、まず乗ったのはコーヒーカップのアトラクション、SCP-434JP2B。 ええ、まさかあそこまで監視してたの？エージェント酒場、いいえ。それでジェットコースターに乗り、その後にお昼の休憩をとってから、観覧車に、SCP-434JP1B。 待ってくれ。どういうことなんだ？監視はしてなかったんだろ。SCP-434JP2B は青ざめ、子供部屋の方をしきりに気にし始める。SCP-434JP2B。 これも、そういう、筋書き通りの、エージェント酒場、まだ確かだとは言えません。それを検証するためのあなた方です。SCP-434JP2B。 そう、ですか。エージェント酒場、とにかく。ではちょっと書き出してみていただいてもいいですか？園内に入ってから、ここで子供部屋の戸が開き、SCP-434JP2B が慌ててそちらに駆け寄る。エージェント坂上の判断で、記録はここで中断された。録音終了。SCP-434JP1C 第1回インタビュー記録。1988年月日大正 SCP-434JP1C SCP-434JP2C殺人。インタビュアー、エージェント阿久津。吹き、
SCP-434-JP1 C は財団エージェントでしたが、脳腫瘍により余命わずかとなったため、SCP-434-JP の実験被験体に志願しました。この対象には、体調や身辺の変化などについて定期的な報告を義務付けています。SCP-434-JP2 C は D クラス職員から無作為に選出された日本人女性です。この SCP-434-JP1 C に対する最初のインタビューが行われたのは確定事象1号より1年経過した時点で、場所はマンションの収容棒内です。録音開始、年、月、日。エージェント阿久津、こんにちは。SCP-434-JP1 C 前回報告では元気そうだったが、今はどうだ？ SCP-434-JP1 C 今、ちょっと風邪をひいてまして、妻にも迷惑をかけてしまって申し訳ないですな。エージェント阿久津、風邪、ちょっと待て。エージェント阿久津はこの発言を受けて手元の資料を確認する。エージェント阿久津、事象623号だな。詳しくは教えられんが。まあちょっとすれば良くなるようだね。SCP-434-JP1 C それを聞いて安心しましたよ。ここでインタビューの席に、お茶を持った SCP-434-JP2 C が合流する。SCP-434-JP2 C お茶です。よろしければどうぞ。エージェント阿久津、これはどうも。SCP-434-JP2 C 今はいかがですか？医療記録には重い精神疾患があるということでしたが、SCP-434-JP2 C 辛い時期が今まで続いてきましたけれど、主人に支えてもらって良くなりました。それに、母親になるのに私がしっかりしなくちゃ。エージェント阿久津、それは結構ですね。それにしても、なんだかベビー用品が男の子のものが多いですね。まだ性別はわからないんでしょう。SCP-434-JP2 C いえ、きっと長男です。かわいい。彼にの子がもうすぐ。エージェント阿久津、いやはや。私には子供がいないもんでよくわからないですな。では、何と言いますか。夫婦仲はいかがです？お互いの間で喧嘩などはありますか？ SCP-434-JP1 C いや、そういったことは一度も。お互いに惹かれ合っていますよ。あの後からずっとね。SCP-434-JP2 C あなた、SCP-434-JP1 C なんでもないよ。さて、他にお聞かせすることはありますか？エージェント阿久津、今の仕事についてはどうだ？ SCP-434-JP1 C 順調そのものです。昇進も、もう手の届くところにあるという具合でしょうか。しかし、まさか一般企業で働くことになるとは考えもしませんでしたね。エージェント阿久津、ああ、予定通りだな。SCP-434-JP1 C これも、エージェント阿久津、434確定事象の内容に含まれていることだ。昇進後の階級までは決まっていないから。どこまで昇進するかはお前の能力次第だな。SCP-434-JP1 C そうですか。まあ頑張りますよ。すべてがもう決められているにしてもね。エージェント阿久津、もういい。ありがとう。録音終了。以下の部分は、エージェント阿久津の持参した所定の録音機ではなく、室内に設置された録音装置の記録です。この部分での阿久津の発言は SCP-434-JP1 C に大きく影響を与えたと評価されており、これは参考のために付されています。SCP-434-JP1 C 阿久津さん、俺はどうしたら、いやどうしようもないのか。俺はこいつとままごとをずっと続けなきゃならない。この異常を収めるために、SCP-434-JP2 C エージェント阿久津、寄せ。SCP-434-JP1 C 俺はもう、生きた現実と切り離されて、
もうあとは檻の外を眺め続けるだけ。もう何もかも。エージェント阿久津。何もかもじゃない。そもそも考えても見てほしいが。人間誰しも決められた道筋の上を歩いてるじゃないか。俺たちなんかがその典型だろ。お前の場合。それが極端なだけだ。そう考えるんだよ。SCP-434-JP-1-C。そんなに簡単なものでは。エージェント阿久津。知ってるはずだ。人間の一生なんぞ。吹けば飛ぶような簡単なものだろう。SCP-434-JP-1-C。それは、確かにそうですけど。SCP-434-JP-2-C。さっきから、何のお話なの？私にはよくわからないのだけれど。エージェント阿久津。いや、お気になさらず。まあなんというか、平凡な人生の話ですよ。皆が羨んでやまないような。録音終了。SCP-434-JP-1-C 第21回インタビュー記録2000年月日対象 SCP-434-JP-1-C インタビュアーエージェント飯塚富貴本インタビューは434確定事象13142号の起こると予想されている日の1週間前に行われました。録音開始、20年月日。エージェント飯塚、SCP-434-JP-1-C。先月通知されたカウンセリングの件を断りましたね。なぜです、SCP-434-JP-1-C。無駄だからな。というか、何年も前に知ってたことだ。もうすぐなんだろう、エージェント飯塚。阿久津の言ったことは忘れてください。あれは不確定な情報です。我々も最善の努力をもって最後の事象に干渉する予定です。ですから、悲観せずこれまで通り協力を、SCP-434-JP-1-C。君にはわからないだろうが、これは予感のようなものでな。阿久津さんの言ったことは関係ない。きっと、どのようにしても防ぎようのないことだ。エージェント飯塚。なぜそう思われるのですか？ SCP-434-JP-1-C。 いいか、俺は、少し前に車を買った。次女が私立大学に進み、その下の弟がまた私立大にと言って、金がないにもかかわらずだ。だが俺は車を、しかも安くはない車を買ってしまった。エージェント飯塚。ええ、それはあなたの報告通りです。前の2例の実態にも確認されていた行動で、434事象に数えるかどうか審議されていると聞いています。SCP-434-JP-1-C。 ああ、間違いなくそうだろうな。自分で非合理なことと分かっていながら、どうしようもなくあの車が欲しくなった。今までもそんなことが続いてきた。決められた筋から外れた瞬間に誰かの手が伸びてきて、元のレールに戻される。それで俺も、だんだんとその手が見えるようになってきてな。今見えているのはトラックの車輪の下だ。エージェント飯塚。ですから、いや、なぜトラックと？前回のログの阿久津は単に交通事故だと。SCP-434-JP-1-C。何と言えばいいのか。ある作曲家の曲ばかり聴き続けていると、なんとなく次のフレーズがわかるようになるだろう。多分そういうものなんだと思う。SCP-434-JP-1-C は所在なく手をこすり合わせつつ、10秒ほど沈黙する。SCP-434-JP-1-C。もうそれもどうでもいい。この件に関しては、もう仕方がないと思っているんだ。エージェント飯塚、なんですって、SCP-434-JP-1-C。君たちはこう思っているのかもしれない。俺たちが何かに操られて安っぽいホームドラマを演じさせられている哀れな被害者だ。とかな。だがそうではないんだ。楽しいこともあった。辛いこともあった。治ると分かっていても、妻が重病になった時は辛かったし、子供を遊園地に連れて行くのさえ、確定事象だったが、それでも俺たちの人生だったんだ。
エージェント飯塚、ともかく、これまでと変わらず協力はしてくださるわけですね。SCP-434JP-1-C。そうだね。それにもしかすると、息子の誕生日を平和に祝えるかもしれない。君たちは道路封鎖なり、私たちを遠くの武装サイトに隔離したりするんだろう。私たちももちろん協力するとも。ただ、少し頼みがある。エージェント飯塚、何でしょうか？ひとまず伺いますが、SCP-434JP-1-C。あいつは頭の弱い女だ。何にも気がついてない。あれには、妻には何も言わないでくれ。録音終了。ポイに、SCP-434JP ステータスを表示します。日数が6000日を超える場合は表示しません。表示されないデータについては、サイト、81、へ問い合わせてください。データサーバーへ接続しています。エラー、サーバーとの接続が予期せず解除されました。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。